山区までの区間で横風が吹いています。さて、伊勢道では混雑対策のため2月3日から2月5日に伊勢西インターと伊勢インターにおいて8時45分から15時30分までの予定で出口規制を実施します。最近、早朝、夜間において事故や故障で停止していた車両に後続車両が追突する交通事故が多発しています。安全速度を守り、車間距離を十分に空け、前をよく見て運転しましょう。こまめな休憩で心と体をリフレッシュさせ、この先の安全運転をお願いします。さて、4月より ETC 割引が変更となりました。 ETC 割引は平日は左右割引となり、 ETC マイレージサービスへの事前登録が必要です。詳しくはネクスコ中野店ホームページをご確認ください。料金を追加する際には安全確認をお願いします。